フーミンってすごい人なんですか？いや、めちゃくちゃすごい。若手 TV でおなじみフーミンさんって京都大学出身に目が行きがちだけど、実は合格までのエピソード結構えぐいよね。勝手ながら受験生目線で紹介させていただきます。まずは前提情報、フーミンさんの受験生時代の合格校がこちら。これは現在公表されている分の合格校にはなるけど、フーミンさんはあの日本の超トップ校京都大学に現役で合格を果たされてます。京大の凄さは語るまでもないね。ちなみに過去に放送された若手 TV の東大受験企画でセンター本番825点っていう異次元の点数を叩き出された経験もあって、実力は疑うまでもない。そんな高田フーミンさんだけど、実は当時高2の1月に受けたセンター同日模試では得点率 65% ほどと東大志望者の中ではかなり下位レベルからの挑戦だったらしいんだよね。もちろん決して低い点数ではないけど、京大からすれば受かったら奇跡に近い立ち位置。そこから武田塾の参考書ルートを元に本気出して急速に成績を上げていくことになるんだけど、そのスピード感がすごかった。再起して挑んだ高2の3月からは1日10時間以上勉強、加えて学校での内職も徹底して高3の5月までにはマーチレベル、8月までには総計レベルをクリア。この人のまま12月の京大模試で A 班、センター本までは794点を勝ち取って見事逆転で京都大学経済学部に延期合格します。普通に考えてセンター 65% から1年で京大合格ってなかなかなせる技ではないね。他にも知りたいことあればコメントを。